私も香織先輩がいなかったらどうなってたことか。もしかして可愛くなったのもその先輩の影響？やっちゃったぞ。もう逆にバット押すぞ。私ですか？うん、そう。メイクとか、うん、ファッションだもんな。すっごいいいね。すごい。何回も褒めてくれるね。中にもいろいろ教わってるんだ。今日一緒にショッピングしたもん。嫌味がない。そうなんだよ。なんか男の影響で変わったパターンなんだ。うる、女が可愛くなるのって別に男のためだけじゃないからね。いやまあ、そうです。そんな水差しだよ。戸渡さんって戸渡さんばっか言ってる。おい聞いてきてくれる。いなかったらどうするの。あ、いいですね。いなかったらどうするの。ただそうだよ。ドキ絶妙すぎる答え。完璧、はい。これ南先生初なんですか。あ、そうです。マルシーです。マルシーだ、はい。いないならデートしてもらっていいですか。はい、検討させていただきます。よっしゃ、可能性あり。ここは仕事がしんどい俺だろう。本当バカね、あんたたち。逆にね、手を挙げないゆきくんね。相手は私にドキッとしてくれたり、私の魅力が伝わるかを想像すればいいんやろ。かわいい。みんないい顔してやる。